作りました。ショールームの時にみんなメンバーが後ろに貼ってたから私も書いた。今でも見にくいんですよ、めっちゃ字がね、字がちっちゃくなっちゃう、ここに置いたら。遠近法で アービーさんハート100個ありがとう。ひりやすみさんバラ10個ありがとう。そう、ここに持っとったらちょうどいいんだけど、ここに置いたら遠いからちょっと持っとく、持って喋るずっと持っとくね。13時までです。よろしくお願いします。いっちゃかわいい、ありがとう。じゃあ、え、ここになんかさスタンドみたいなのあったらいいのに。まあ大丈夫、こうやってクッションを脇にこうやってして置っとけ。あと顔で支えます。そしたらちょっと小顔効果にもなるし。しんちゃんさんペンライト10本ありがとう。あ、さっきは大佐ありがとう。こちらこそ、こちらこそです。さっきもうつい10分前ぐらい一並びしてた。昨日の夜もずっとね12時までずっとしてたんですよ、寝れなくて。多めに申し込んでありがとう。いっぱい話しましょう。このさ12月とか1月とか2月とかなんかいろいろまた去年みたいにさいろんなお仕事の報告とかできたらいいなって思います。去年は今年か今年はなんかいろいろあったじゃないですかね。でもシンポジとかツアー期間になかったのが未だにさもうって感じ。栄太郎さんバラ10個ありがとう。黒さん栗、スケーモンさんバラありがとう。そう、ツアーの感想まだ聞いてないじゃないですか直接ね。ひろちさんペンライト10本ありがとうございます。そうなの、リアルタイムで聞きたい。だからなんかもっとお仕事増えるように頑張るのでいっぱい話しましょう。いっちゃんバラ10個、黒さん花束ありがとう。ダルさんハートありがとう。そうなんよ、ツアー期間中なんかツアー楽しみだねってお話し会で話したのにツアー中になくて、そう楽しみだねーでまだみんなとの会話が終わってる状態。一人予想とかしてるみたいな。そしたらもうツアー始まって終わっちゃった。クロさんペンライト10本ありがとう。ロックの服を着るのは1月8です。でもこれは入らなかったから書かなかった。そんなにロックの服好きな人多くないかなと思ってコスプレメインで描きました。ロックの服はコスプレではないから描かなかった。普通にロック風の服だよっていうだけだから描かんかった。しんちゃんさんペンライト10本、やすべえさんお疲れた、かわいいありがとう。お昼だね、白目向いてなかった今時計見たけどいつもなんか時計見るとき白目向いてそうで怖いゆうたくんアイス10個ありがとう。お、初日に始めました、よろしくお願いします。対戦よろしくお願いします。ダルさん可愛い2個、ゆうたくんクマありがとう。
お、進路が決まった、おめでとう。わあ、お話し会とかで話してたからね、よかったです、無事決まって。なんかずっとこれ持って話すのもなんかやだね。なんか何話してもさ、全部お話し会に来てもらうために話してるみたいになってるやだ、それが普通にさ、思ったこと言ってるだけなのにね。なんかちょっと置いとくわ、やっぱクロさんかわいい、ツノさんバラ20個、サトシンさんハートありがとう。置いとく、見にくいけど。でもこれでもね、スマホスタンドをソファーの下に入れ込んでるんです。ソファーの下に入れ込んで、めっちゃ距離近くして、これもうめっちゃ近い今。もうこっちにずれよ、こうやって話します。初見です、こんばんはじゃなかった、こんにちは、はじめまして、パセリです。いいお天気ですね今日もなんか今の感じ、なんかその気まずい時の、会話がない時の天気の話みたいになっちゃった、いいお天気だねみたいな天気ですね。うん、暑いねとか、なんかあるあるじゃない？こう歩いとってさ、暑いねみたいな、ずっとね、暑いみたいな、暑いみたいな、ずっと暑いとか寒いとか言うやつ。そう、無難な会話みたいな。そういうのじゃなくて、普通に今光が目に入ってきて。いいお天気だね。ダンディさん、かわいい、ありがとう。午前中予定通り行動、うん、普通に起きて準備した。昼から予定を入れてます、いろいろ。お仕事行く前にこれしてあれしてあれ買ってってもう決めてる。天パのたけさん、ハート10個バラ、コマ、ゲームギフトありがとうございます。ありがち。あ、そうだ、明日の配信で七並べのお礼配信をします。ランキング発表もう昨日書いたので、今変えてももう遅いのでよろしくお願いします。もう書きました、ありがとうございます。いつも並べてくださって、お昼ご飯はまだ、さっき朝ごはん食べた、9時ぐらいに。このあと配信終わったらお昼食べて終わる。今日夜はなし。今日は夜配信はする。夜配信は結構遅くなると思います。10時ぐらいかな。凛太郎さん、音符20個、ありがとう。お父さんはね、結構今月も高いところにいました。そう、予約してる22時に。でも22時に間に合うか分かんないから、またメールとかでも送ると思います。もし間に合わなかったらメールも、ショールームの予約を変更しときます。一応22時くらいにしとこうと思って。なんかみんなもさ、生活あるじゃないですか。夜ご飯食べたいけど、パセリの配信何時からってなっちゃうから、一応22時にしてます。もしかしたらもうちょっと早くなるかもしれない、半とか、けど一応それくらいです。
ご飯楽しみだね。夜ご飯なんだろうね今日は。亀さん、イガグリありがとう。イガグリ、栗食べたいね。栗さあ、昨日の配信で栗のパフェを食べに行きたいけどメンバー誰が栗好きか分かんないんだよねって話をしたじゃないですか。そしたら終わってからソラハさんから LINE 来て栗好きが判明したから見つかりました。相手が判明、マロン大好きマンって言ってた。だからソラハさんと行く予定だけど今月はちょっと無理なので来月。でもずっとないよ、ずっと。なんか前も約束したんですけど今度行きましょうって言って、じゃあこの公演が終わったら行こうねとか言って、結局ずっとずっと最近行ってないから、最後に行ったの5月とか6月とかだからね。やばい。マロン友達見つかりました。マロン先輩、実現されるといいな。10月どうだろうね、忙しいもんね。ソラハさんさ毎日テレビ出てるもん、ストチャレとか絶対いるもん。スチューデントとか見てもソラハさんもうソラハさんの番組だもんだから忙しいと思うんですけど行けたらいいなと思います。ソラハさんの番組ではないST の番組だけど出かけたいなって思ってる。ちょっとツボに入った。ソラハさんの番組は盛りました。それは思ったけど、そうブログも毎日更新してるし忙しいよ。でもブログのネタになるよ、パセリとマロンのパフェ食べ行ったら。あでも日曜日あれです、チェキ会が同じ時間なので峰吉さんとソラハさんと、だから会えはするけど私が僕隊前だからさ。その日あのお昼じゃないですか、チェキ会終わってからめっちゃ時間あるけど僕たや前だからね。スチューデンツ1回しか出たことない、2期生出れるかな昇格したら。あの初回の自己紹介の時しかまだ出てないんですよ。その時が初めて先輩と会った時、本当に緊張した。なんかねスチューデンツのロケが入ってまだ1ヶ月経ってない時だったんですよ。お披露目から2週間ぐらいにあの収録があって、で矢野さんと初めてお会いしたんですけど、そこで本当にそれまで先輩と会ったことはあのお披露目公演のサプライズでさ無謀のシングル選抜発表があったじゃないですか。その発表に来たサプライズで来た先輩としか会ったことなくて、しかもステージ上でしか会ってないから本当に近くで先輩を見るのが初めてだったんですよ、矢野さんが。めっちゃ緊張した。なんかなんでパセリって言うのって、すごいなんでパセリにしたのって言われた記憶がある。それが初めての先輩とのお仕事 でそこからまた先輩と誰とも会わない時間が結構 1,2 ヶ月あって、で舞浜のツアーのさリハで初めて先輩となんか初めましてだった。初めて本当に一緒にリハみたいな、でも一緒って言っても別々の曲
春夏秋冬を2期生が踊って、それを後ろから先輩が見てるみたいな感じで、めっちゃ緊張したのを覚えてます。めっちゃドキドキした。しんちゃんさん、栗10個ありがとうございます。めちゃめちゃ緊張してた。今でも緊張する。なんかレッスンとかで、なんか2期生の前とか後に先輩のレッスンがある時とかにこうすれ違うんですね、入り口とかで。めっちゃ緊張する。川鳥さん、ハートありがとうございます。もういつも緊張してる、ドキドキする。人間人間だと思って。2期生にもたまに緊張する。レッスンの見学とかはないですね。普通にあれです、あのそんなに入れない、あのコロナ的にも人数がたくさんいるの良くないか。山崎さん、ハートありがとうございます。人間STU 入るまではなんか人がね近くに来るのもすごいねビビってたんですよ。私人をなんていうっけ、パーソナルスペースが私めっちゃ広くて、もうね結構な距離でもすごいね、あ人が来るっていう構えてたの、ずっと STU 入るまで。でも最近はもうさ、みんな距離感がおかしいから、もうここに顔あっても全然気にならない。ここでスマホとか見ててこうやって覗き込まれて、ここに顔があってももう全然無、あいるなくらいになった。前までは本当にね、なんか本当にすごかった。もうね、なんどれくらいだろう、距離の例えが出てこないけど、結構な距離空いてても、あやばい人近くにいるみたいな、緊張緊張みたいな感じだったんですけど、最近はもうもうゼロゼロ距離。川鳥さん、バラ10個ありがとうございます。ヘリアスミさん、小判10個ありがとうございます。ほんとゼロ、ほんとに近いメンバーって距離なんかもうトントンとされて振り向いたらここに顔があるみたいな、もう目の前に顔あるんじゃないかってぐらいもう近い気がする。私が今まで、あの距離を取ってただけで今まで生きてきて、もしかしたらそれが普通かもしれんけど、みんなの中ではめっちゃびっくりする。わーわーわー。川どれくらいが普通なんだろう、どれくらいですか、みんな会社とか、会社はそんなんか、そんな近づかないか、会社の人と会社の人の顔ここにあったらちょっとやばいか会社はないね、家族とか友達とか会社やばい近すぎじゃん想像したらおもろい。ああ、そうかな。そうね、半径5メートルってどれくらい？どれくらいだ？
え、でもさ、握手会とかはゼロじゃん。手の握手ゼロ。ツーショット写真会みたいなやつあったじゃないですか、アイドルとのリアルなやつ、オンラインじゃないやつ。あれもさ、めっちゃ距離もうほぼゼロじゃない。あれもここじゃん、顔。手ゼロ、顔ゼロ。握手したいね。握手まだ1回しかしたことないよ、私。入ってすぐのエディオンのやつ。たびにハグしてくる友達がいる。リコちゃんじゃん。リコじゃん。でも最近私すっごいメンバーにくっついてしまうんです。なんかね、近づいてないと、なんか触ってないとメンバーの手とかこう腕とかをなんか落ち着かない、そわそわする時があって、たまにそれが公園のリハ前のストレッチ中とかに発症っていうか出てくるんですよ、その症状が。まあ、やばいやばい、メンバーに触りたいみたいな。なんかその言い方したらちょっと誤解を生むけどなんかやばい人になっちゃうけど、あ、メンバーなんかメンバーにくっついときたいって思う時があって、そう、ストレッチ中にあ、やばいやばいってなるけど我慢してる。でもたまにね、ちょっかい出しちゃう、隣のメンバーとかに。急に腕掴んだりして寝転がってストレッチするやつがあるんですけど、その時とかにみんな腕伸ばしてこう寝転がって、足をさ、足をこう、わかりますか、こっちの足をこうやるやつ、寝転がって、その時とかに腕掴んだりしちゃう。本当にもう最近ね、なんかメンバーくっつき虫具合がすごくて、ユナナにも言われた、最近パセすごいねみたいな、今日めっちゃくっついてくるじゃんみたいな言われた、この間も。困ってるよちょっと。大吉さん、かわいいアービーさん、ハート500個ありがとうございます。もう何かずっと、何かメンバーを見つけたら抱きつきに行っちゃう癖が出ちゃった、癖ができた。困ってます。まあでもそれはまあ職権乱用して、これからもどんどん抱きつこうと思います。そう、メンバー特権。え、でもさ、鬱陶しがられたくないから、ほどほどにしないといけないから、我慢しないといけない。だから夢力の時はもう夢力のラストはラッキーと思っていてる、あ、合法的みたいな感じで抱きついてる。12日はいつもピンマイカーなんですよ、夢力。でも12日はリンコだったから、あ、リンコと思って抱きついてた。いや、ラッキーっていうなんか言い方なんかさ、ちょっと誤解を生むかもしれんけどラッキーラッキーっていうか、あ、わーいと思って、なんか園児が保育園の先生にこうわーっていくみたいな感じで、わーって言って、ちゃっちゃ、なんかアウトロ、夢力のアウトロの時、あ、もうすぐ抱きつきポイント来ると思いながら踊ったりするかも。でもレッスンの時はもうさ、何回も踊った後だからすごい汗だくなんですよ。そういう時はもう本当に申し訳なく思う、あ、めっちゃ汗すごい、ごめんごめんと思うけど、リンコだから
お互い汗すごいから OK。 でも後ろが安否なんですよ、あのツアーの時の夢力のくっつきが。だからもうごめんと思って、ごめんごめんと思いながら、汗仲間、そう、汗かきトップ3、パセリ、リンコ、リコちゃんって、ユラちゃんが言ってた。こんにちは。代謝、でも最近私さあんまり汗かかなくなってきた、なんでだろう。え、あとね、また最近足がつりそう、昨日ぐらいからずっと左足のふくらはぎがつりそうなんですよ、今も。だからあのさ、あ、なくなっちゃった、あのゴロゴロするやつでゴロゴロしたんですけど痛いの、なんでだろう、なんで、孤独なランナーしたから、そういう歌詞があるんですよ、足がつろうともみたいな歌詞があるんです。ずっとつりそうなの、水分不足かな、昨日の夜ぐらいからずっと痛い、なぜだろう。え、本当よ本当、今もちょっと待って待って、釣りそう釣りそう、叩いて落ち着かせます。